どうもサンゴです。皆さんに問題です。私が今作成しているパーティーの中で共通点が一つだけあります。それは何でしょう？全部のパーティーにイエランがいることです。見事正解された方はサンゴ検定1級を差し上げます。ということで全パーティーにイエランがいるんですけど、私あんまりイエランの育成してなかったので、今回はイエランの育成やっていきたいと思います。あ、これうちのパパです。なんかお父さんっぽくない？だからなんかパパと命名しました。まずレベル80の突破からしたいので、これを探しに行きます。星屑かな。なんかイエランって基本的に HP 上限上げればもうそれでいいらしいんですけど、まあレベル80の突破したら多分 HP 上限上がると思うんで、まあまあまあいいかなって。ちょっとこれやりますね。はいはいはい。あ、くそ。うわー、今一発で決めて超なんかあれしたかったのに、ドヤ顔したかったのにエイムうまって言われたかったのに。でもさ、イエランのこのスキルあるじゃん、移動特化してるやつ。放浪者ゲットしてからイエランのこの移動スキルあんま使わなくなっちゃった。これよか放浪者のね、こっちの方が私好きなんですよ。なぜなら段差関係ないから。こっちはイエランのこれだとほらこういう、あれこういう段差登れないんですよって言おうとしたら平気に登ってったんだけど、今降りることができないのかな逆に。あ、ほら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 、こういうので引っかかっちゃうんですよすぐ。だけど放浪者だと宙に浮いてるから関係ないっていう。ちょっと誰か一人そっち立ってくんない？頼む頼む。いや、嫌なのこれなら無理かさすがに無理か。いやでもさ、この凍結パーティーを作成する動画を見た方からイエラン引くことに決めましたって言ってくれて、いやめっちゃ嬉しかった。そんな私の動画って別になんか解説してるわけでもないのにただ好き勝手パーティー編成してるだけなのにそう思ってくれたっていうのがめっちゃ嬉しかったです。でもイエランは脳筋の私でもこうやってスキルボタンを押してなんかなんとなく走ってこうやってパッてやれば大体敵死ぬから引いて後悔はないと思いますよ。おっしゃ、やる気かお前ら。来い。4人5人3人何人全員一緒に相手します。しかもリネットを入れたパーティーで。あ、死んだ早っ。おりゃ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 、一気にやるぜ。あ、もうもうもう、あーもう2人終わった。え、早っ。私ここ初めましてでやった時めっちゃ時間かかったし超大変だった。もうイエランと放浪者とレイラちゃんがいれば大丈夫だ。はい、終わりました。ここ素材取る時にいいかもしれん。よし、星屑ちょうど60個集まりました。そしたらこれだ、サーペント。よし、じゃあ私の最近の一押しパーティー凍結しやがるで挑戦しよう。お、早速フル。あ、なんかウルト使った後にスキル使うといいですよって言われてたんだ、そういえば。いやー、ちょっとそうだが、サーペントさん潜るからな。サーペントさん、いやーだーやだ、早く出てきて地上に。 OK、 今でウルト使った後スキル使うと、スキル使った後ウルト使うとで、降ろした。どうだ。あ、でもなんか意外と効いてないかもしれない凍結しやがれの最大の特徴の凍結してくれないもん。よし、やっとイエランレベル80突破できます。お願いします。おーし、オッケー。そしたらイエランの添付なんですけど、おすすめ的にはウルトなので、ウルトのこれだ、繁栄の哲学、これを集めに行きます。炎元素付着のなんとかかんとかって書いてあるから、こここそ凍結しやがるパーティーじゃない？相性 100% ぐらいあるくない？いいじゃんいいじゃん。やっぱ凍結パーティーは相手が凍らないとダメだね。早っ、もう終わり？あれ、敵4体しか出てこないの、ここ。で、スキル使ってからウルト、スキル使ってからウルトで、放浪者いいね。やばい、バリアが、放浪者のバリアがなくなった。え、見た今、放浪者1回のスキル時間で全員倒したんだけど。え、すごーこれでイエランのウルトのテンプレベルを7に上げます。そしたらイエランの生物なんだけど、今つけてるやつもそんなに悪くないと思うんですけど、冠が HP、 杯が水元素ダメージ、砂が HP、 羽が攻撃力、お花が HP。 これでステータスを見ると、会心率 35%、 会心ダメージ 71%。 なんか会心ダメージ
ダメージがちょっと少ないような気がするんだけど、冠おすすめ見ると HP パーセンテージにしてる人9人しかいないんですよ。基本的に会心ダメージが会心率にしてるから、ここ私もそれにしようかな。ということで皆さん朗報です。なんと絶縁がぐるぐるできるのです。さあ初めてのぐるぐる絶縁絶縁、あ、そっか、洗顔もぐるぐるできるようになったんか。あった、これだ。よし、いらないやつをつぎ込んで、よし9個入れました。これでゼロ会心ダメージか会心率どっちでもいい。どういうこと。え、なんで検討しやってんの。最悪だ、もったいない、マジでもったいない。え、なんでなんでなんで、え、選択したよな私。あった、これだ。よし、あーもうやだ、原神やめる。もう一回9個いきます。今度は絶縁の旗印、 OK 確認した。いけ、会心ダメージか会心率、冠出てなくない、来い。あ、冠来た、頼む、会心率か会心ダメージ、 HP 来たよ、持ってるんだよそれは。逆にさ、ちょっと待てよ、今羽自由枠にしてんのか。あ、じゃあ羽をさ絶縁にして、あ、打った、じゃあ羽をね絶縁にして、で冠を自由枠にすればいいじゃんって思ったけど、さっき出た羽ぐるぐるしちゃったよ。あ、なんか先輩が絶縁の羽をつけてらっしゃいますね。借りよ借りよ、大丈夫大丈夫、先輩優しいから。よしよしよし。でこれで冠のところを、これいいじゃん、これにしよう、会心率もあるし、でこれを強化させますと。会心率上がってほしいんだ、会心率、来い会心率。あ、来た、最高、すみません、もっと上がってもいいんだけどな。え、いいんですか、すいません、なんかありがとうございます。でこれでイエランのステータスを見てみると、会心ダメージが 124% まで上がりました。会心率が 36.6% と、で HP 上限が 31,488、 いいんじゃないですか。そしたら放浪者の中ボス素材が欲しいので、あいつと戦いましょう。久しぶりに旦那嫁パーティーで行くか。さあどうでしょう、強くなったイエランと神里彩香の組み合わせはどんな感じですかね。前回私この人と戦った時、戦い方が全く分かんなくてボロボロだったんですけど、今回はね戦い方分かるんでね、負けませんよ。お、1万3000とか出たぞ。あ、でこれを、あ、ちょっと待って、よしよしよし。でこの後なんだよね、この後こっち側でも T ボタンやんないといけないんですよ。前回片腕だけだったんですけど、これこっち側でも T ボタンを押して、これ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 でようやくチャンスタイプなんですよ。来た、イエランのウルトと神里彩香さん、おお、いいよいいよ。あ、これあれダッシュだって、タイミングよくダッシュ、はいはい、え、めっちゃ避けてってる、危ない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 、あれ今ダッシュで当たりに行くとこだったわ今。よしよしよし、これ取ってこれ取って、オッケー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 。で、あ、間違えた。ちょっと待って、 T ボタンが押しづらいとこにあんのよキーボード。イエランのルトと神里彩香さんで型をつけるぜ。よし、うわー、前回よかだいぶ楽に第一形態終わらせた。第二形態はもうあれだわ、私いりませんわ、イエランでちょっと走り回ってよ、わーいわーい。あ、やべ、これ絶対ナナちゃんの回復届かないよな。これ壊して、これ壊して。これでさ、回復できないナナちゃん。いや、あ、やべ、あ、え、まずい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 。ちょっと待って、待って、待って。攻撃食らわないようにしないとダメだ。やばい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 。おー。やばいやばい。来た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 。これ来た、これ来た。やべ、やべ、やべ。あ、ちょっと待って、これ一体やられる。あ、ダメだ、届かないわ。あ、ダメだ、届かないわ。ちょっと待って、ちょ、旦那様、スキル。オッケー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 、大丈夫、多分大丈夫、これ、ええ、マジかよ、あれ全部壊したら防げるんじゃないの、やばいんだけど、ちょっと待って、全滅するかもしれないんだけど、なんでそんなに強いんですか。あと少し、やべやべ、あ、倒した、危なっ、マジで危なかった。いやー、だいぶ私も強くなりました。ちょっと1回ぐらい引いとくか、なんとなく引きたい気分。あ、紫来た、誰だ、あ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 、ベネット、ベネット来た、ベネット来た、ベネット来たんだけど。